はい、酒好きな新潟人の飲酒動画を始めていきたいと思います。今回はもうまたビールですね。まただったっけ。東京ブラックというね、本物の、本場の黒ビール、ポーターとなってます。こちらが、どこで買ったんだったっけな。イオンで買ったんだったかな。イオンで確か250円だか300円ぐらいの。高いやつです。本場イギリスではエールビールの特徴を生かした濃厚な黒ビールが人気です。ローストバクガと香り高い、ホップが醸し出す香ばしい味わいは、世界中で愛され遠く日本にも輸出されています。新鮮な濃厚エールビールを味わうためにヤッホーブルーイングは日本で東京ブラックを製造しています。こちらはですね、株式会社ヤッホーブルーイングの、商品。ビール本来の風味を楽しんでいただくため、冷暗所で、保存し、お早めにご賞味ください。アルコール度数が 5%。まあ、こちらは前にも紹介しました。ヤッホーブルーイングという。ヨナヨナエールの会社ですね。この会社は、基本的にエールビールが、をね、よく、作っていると。僕ビール。君ビールだっけ。あれも、そうだったね。最近飲んだやつだったね。うん。黒ビール。じゃあ、乾杯。うん。あれあんま苦くないの？てか、あんま苦くないっていうか、全然苦くないぞ。うん。あれ、この会社にしては珍しく苦くない。ほら。苦くないけど、まあ、コーヒーのような。香りは苦いんだけど、苦いっていうか、まあ、コーヒーのような香り。東京ブラック。苦くないね。味が全然苦くない。うん。うん、まあ、黒ビール。うん。まあ、味が苦くないけど。黒ビールとしてはちょっと微妙。まあ、香りは強めなんだけど、やっぱギネスには負けるかな。やっぱりギネスビール、に比べるとやっぱり美味しくない。といえば美味しくない。やっぱこの黒ビールって言うと、やっぱギネスビールを、ね、思い浮かべるんですけど、やっぱりギネスの方がはるかに美味しいかな。苦いイメージが、強い黒ビールですが、東京ブラックは滑らかな口当たりとほのかに感じるモルトの甘みのおかげで、飲んだ後の印象がとっても穏やかなのが特徴です。なんだかんだちょっとあっさりしてる気はするね。ギネスとかに比べると、そこまで濃厚ではない。
結構酸味が、コーヒーのブラックを飲んだ時のような、ブラックコーヒーというか、缶コーヒーのブラックを飲んだ時の酸味を思わせるような味しますね。ちょっと、酸っぱいというか、そんな感じはします。やっぱ結構コーヒーの感じに似てるかなぁと思いますね。明日なんか台風の11号だっけ？あれが来るらしい。上陸するとかなんとか。言ってましたね。まあ、この動画を上げるのは多分、その明日になるんではないかと。明日以降だと思うんで。ですけど。まあもうかなり冠水してるところもあるみたいで、駅とかね、なんか冠水してるとかなんとか、いうのもあるみたいですからね。皆さん気をつけてください。これはやっぱりあれだね。なんかチョコレートケーキが合う。チョコレートとか。チョコケーキ合うんじゃない？つまみにこれチョコレートケーキが合いそう。ちょっと酸っぱい。ちょっと酸っぱいな。ちょっと酸味が強いかな。ちょうどコーヒーが飲みたかったんで。コーヒーっていうかね、アイスコーヒーがね、熱いんで。まあ、今日現在 27.5 度。まあそれなりに涼しい。涼しいといえば涼しいか。ね。まだマシな方ですけど。コク。香りは強いかな。まあ美味しい。まあ美味しいっちゃ美味しいんだけど、ギネスに比べてしまうと、比べると、ね、まああんまりっていう感じですか。3、3、5、4。ご視聴ありがとうございました。